皆さんおはようございます。もう4月も最後のこの聖日の日になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日の羅臼新報を見ていましたら、日本人の方2人が強盗に遭った記事が載っていました。まあ、1人の方はコスタメサ、もう1人の方はトーレンスでした。こんな時期なので皆さんもお気をつけになってください。このお手紙をいただきました、マレーシアの方からです。インターネットでベンス教会のことを知りましたっていうことで、とても丁寧に書いてくださってます。この今回のニュースレターに住所を載せますので、ぜひ、そうですね、何か書いて出されてください。それでは一言お祈りさせていただきます。父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたの十字架の苦しみを覚えます。パンデミックにより私たちは出口の見えない試みの日々を過ごしています。多くの方が亡くなっています。どうぞご遺族の上にあなたの慰めがありますように。今も私たちはあなたの聖霊の御手の中にあることを信じます。どうぞこの試練に落ち込んでしまうことがありませんように。そして、私はこのベニス教会に来させていただいてちょうど1年が経ちました。ここまで導いてくださった神様、そしてサポートしてくださった教会の皆様に本当に感謝いたします。あなたによって召されてここに立たせていただいてます。どうぞこれからもまたあなたの御言葉を語るものとして、また牧会するものとしてこの器を用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日の説教題は試練と脱出です。順序が逆になったかもしれませんけれども、試練と脱出、これはコリント人への手紙の10章の13節、あまりにも有名な聖句です。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。この御言葉、多くの方の励ましとなっている言葉です。この十章で言ってます。試練っていうこの試練は、逆境という試練ではなくて、この文脈から考えますと道徳的なこの試練、そのことを語っています。パウロはこのコリント人への教会、コリントの教会にですね、手紙を書きました。それはとてもコリントの教会が問題があったということを聞いたからなんです。パウロはとても思いやりのある人でしたから、一つ一つ丁寧にそれに対しての答えを手紙にして書きました。そしてその問題について語りながら、福音の中心は十字架ですけれども、そこへと人々の群れを向けさせました。その解決の方法、それは十字架によるものなんです。そしてパウロは、この歴史は私たちの鏡だから、歴史に対して目を開いてそこから教訓を得なさいということで、イスラエルの人々を例に出して取り上げて
ここで語っています。イスラエルの人々は神様からの特別な恵みをもらった方々でした。みんな海を通っていきました。そしてみんな雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受けってこう書いてあります。航海を渡った時、イスラエルの人たちは自分の過去にもう死んで新たな命を受けた、そういう人々でした。バプテスマ、そのバプテスマを受けたのにもかかわらず、これからそうですね、続くこのたくさんの失敗をしてしまいました。一つは悪を貪ることなんです。悪習慣は自分をダメにしてしまいます。でも悪と知りながらそれをし続ける、それは罪の奴隷なんです。そういうことをしてしまったんです。悪を貪ること、そして偶像礼拝者になってしまった、その偶像礼拝もしてしまったんです。偶像っていうのは神に代わって求めて頼るもの、それをみんな偶像と言いますから、さまざまな偶像があったことでしょう。その偶像礼拝、そしてみだらなことを行う、そのために1日2万3000人が倒れて死にました。そしてイエスキリストを試みる、こういうこともしてしまったんです。ですから彼らは目的の地カナンまで到着しないうちに、アラノでほとんどが死んでしまったんです。だからこの人たちのようにならないようにっていうことで、コリントの人たちへ書いたんです。コリントの人たち、この教会には同じ問題がありました。そこの問題、直面していた問題と全く同一の問題でした。ですから本当にこの試練、誘惑でしょうか、それから離れないと同じ目に遭いますよってことで、諭しています。ですからこの前の章の27節、9章の27節ですね、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます、他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためですってこうあります。これはパウロは自戒を込めて自分を戒めるためでもこの言葉を書いています。厳しい言葉です。本当に自分の体を打ち叩いて服従させないと他の人に述べ伝えて、起きながらですね、他の人をつまずかせてしまう、そういう、失格者になってしまうんです。ですから節制っていうことはとてもとても大切です。今こんな普段とは違うスケジュールで動いてますから、本当に節制していかないと、そうですね、自分をダメにしてしまいます。目的の地にたどり着けるように私たちもきちんと歴史の出来事を自分に当てはめて、行動する必要があります。私たちクリスチャンは何事をするにも
神の栄光を表すこと、そして神の教会の益となるように努めなければなりません。そのために努力するなら、試練から守るという神の約束は確かになります。教会っていうのは神を父とする神聖した新たに生まれたものの集まりです。神の家族、そしてキリストに仕える体です。そして聖霊によって維持される交わりなんです。まあ、この広い世の中には自称教会っていうものもたくさんありますから、気をつけないといけないです。そこが、自分の教会となったら間違いに気づかずにずっと行くことになりますから、きちっとその教会が正しい教会であるかどうかを見極めないといけません。まあ、教会にはいろいろ問題がありますから、コリントの教会のように辞める教会もあるわけです。でも自称教会ではないです。40年間のイスラエル人の荒野の生活を一言で言えば、つぶやきの連続。つぶやきっていうのは不平を言うことをつぶやきって言いますけれども、その連続だったんです。どんなに恵みを与えられていてもですね、あらを探してしまいます。あらを探して感謝しないでつぶやく、これは人間の性格をよく表しています。私たちはたくさんの誘惑、まあ、これを試練と言いますけれども、試練にさらされています。それに対してパウロは警戒するように言っています。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと、今日の御言葉の前の節に12節で語っています。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。これは自分は教会でいろんな奉仕をしているから大丈夫だっていう人が一番危ないんです。立っていると思っている、でもその足元から崩れていきます。自分の力によって立っている人、これは脆いです。やっぱり神様の聖霊の力によって立たせていただきたいです。私たちはそうですね、バプテスマを受けて、そして過去の生活にさよならをして新しい生活に入り、そしてイエス・キリストに属するものとなりました。毎日御言葉によって養われ、御霊に導かれていくこのクリスチャンなんですけれども、パウロはそのことを語っています。もしそういう経験や転機がないとすればですね、何年教会に来ていてもクリスチャンとは言えないわけなんです。ここで使われている試練は試すというギリシャ語でベライゾから来た言葉であり、私たちの真意を試すという意味があります。英語ではテンプテーションです。パウロほどさまざまな苦しみにあった人は稀です。しかし彼はこう言ってます。神は私を守り抜いてくださった、神様の働きをしていくとき本当に守られます。知恵が与えられ、体も強められます。神は私たちが苦しんでいるときには必ず逃れの道を備えてくださるんです。どんなときも試練の中にあっても失望せずに
神様を見上げることです。不平を言う、これは失望から起こることも少なくありません。神、我と共に生きたもうと信じて大しく生き抜くことです。ここで言ってるパウロが注意しなさいよっていうことは、いろんな支援にあった時にその神の恵みから逸脱って難しいことかもしれませんけれども、恵みから外れないようにしなさいよってことなんですね。逸脱する危険があります。私たちが試練の中にあって神様に信頼するとき、改めて神の私たちへの愛、切に気づかされます。神は私たちを試練に合わせます。その神の目的は何でしょう。それは私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されます。そのためなんです。これはヘブル書の12章10節に書いてあります。試練を通してでなければ得られない私たちの品性というものがあります。試練を経た者に約束されているのは品性、そして忍耐、そして清さなんです。もしあなたが試練の中にあって不安や孤独を感じているとするなら、主を見上げていただきたいと思います。人間の不安、そして孤独は人間の作り主である神に背を向けていることから来ます。イエス・キリストは、神に背いた私たちの罪を背負って十字架にかかって、私たちが神に立ち返れる道を開いてくださいました。そして3日目によみがえって、今は信じる私たちといつも共にいてくださいます。このイエスの愛を信じ、このイエス様にある救いの事実を喜ぶとき、不安や孤独は消え去って新しい力に満たされます。そして試練の時も明るい人生を送るものとさせていただけます。私は迫害 .com っていうところからですね、迫害、世界中で起こっている迫害についてのニュースが来ます。先日この御言葉を証にされていた北朝鮮の若い女性の証がありました。北朝鮮のこの迫害ニュースはもうゾッとするほど、もう人間としての行為をもう超えた残虐行為が報じられるので、もう読んだ後本当に心が痛むものなんですけれども、この若い女性は、まあ、長い証なんですけれども短くさせて、話しますが、とても貧しい家庭に生まれ育ったんです。そして、その貧しさゆえにお母さんも3番目のお姉さんも亡くなってしまいます。そしていくら働いてもその貧しさからは抜け出ることができなかったんです。それで彼女は18歳になった時、中国で、1ヶ月働いたらとってもいいお金になるっていうことを聞いたので、中国に向かうんです。そして騙されてしまうんです。それは人身売買のところでした。彼女は騙されて漢民族の男の人に買われてしまったんです。そして逃げないようにいつも見張りがついていました。そして2年後に、彼女は女の子が生まれます。そしてこの子が生まれたと同時に、近くにあった教会の人がとても親切にしてくれたので、その教会に通うようになるんです。
で、この娘が1歳の時に肺炎にかかって、もうあと2週間で、命はおしまいですってお医者さんに言われるんです。そして彼女は泣きながら、向かった先は教会でした。そして教会の十字架の下に、この1歳の娘さんを、弱り切った娘さんを置いて、本当に、神様に泣き叫ぶんです。そしたら不思議なことに、娘さんは元気に起き上がったんです。それで彼女はびっくりして、娘が癒されたことにびっくりして、彼女は信仰を持つようになりました。北朝鮮で、洗脳されていますから、イエス様を信じるっていうことはとっても難しいことだったんですね。それで、この奇跡を見て信じました。そしてお医者さんもその奇跡で、クリスチャンになられたんです。で、この若い女性はその後、その漢族の男性から逃げて、娘を一人で育てていくんですけれども、自分が子宮がんになったことに気づかされます。そして韓国に渡って、治療を受けようと思って、娘を孤児院に預けて、それで韓国に向かうわけなんですけれども、中国の公安当局に逮捕されて、北朝鮮に、強制送還されます。そして3年の実刑が言い渡されて、韓国の刑務所、北朝鮮の刑務所で過ごすことになるんですが、これはもう凄まじいところです。飢えと伝染病で多くの方が毎日亡くなります。そしてゴミのように捨てられてしまうんです。そんな中で彼女は本当に苦しみます。そして神様に泣き叫びます。その時与えられた御言葉が今日の御言葉、あなた方の経験した試練は皆人の知らない試練ではありませんというこの御言葉でした。彼女は聖書をまともに読んだことがなくて、それが聖書に書かれている言葉だと知ったのは後なんですけれども、それでこの言葉を支えにですね、なんとか乗り切って、その同じ刑務所にいた仲間とにイエス様を伝えて、一緒に祈り合いながら、その3年の刑期を終えて出ます。そして、北朝鮮の自分の家族に会って、それから中国の娘を引き取りに孤児院まで行きます。それで彼女は医者に行くんですけれども、そうですね、その後一人で一生懸命娘を育てるために韓国で生活します。そのうちにですね、医者に行って、子宮がんが完全に癒されたということを知るんですね。それで彼女はですね、本当に暗い生活から解放されて自由を得たんです。その喜びを自分の同胞、北朝鮮にいる同胞2500万人に伝えたいということで、今韓国で、その働きのために立っています。本当に御言葉は私たちの生きる支えとなります。彼女の支えた御言葉、本当に私たちも大事にしたいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。神様、感謝します。あなたの御言葉によって一人の女性が救われたこと、感謝いたします。どうぞ私たちもこの試練の中を通して、今弱っておられる方々に愛を持ってあなたの言葉を伝えるものであらせてください。試練を通して品性、そして忍耐、そして清さが培われることを感謝いたします。試練はいつまでも続くものではないことを思います。現在の状況を乗り切れるように力を与えてください。一人一人の健康を守りください。特に今 ICU にいる育子姉妹が
自宅に戻れるように、本当に完全にあなたの御手で癒してくださいますようにお願いいたします。私たちは神様の善意を信じます。そして今各国のリーダーとして立っておられる方々に、どうぞこの状況を打開できるようにあなたからの知恵を与えてください。すべてのことはあなたに委ね、尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。